はい、こんにちは。日本改革党、靴沢です。猫6匹のママ様、お手紙いただきました。岩田様、ご支援とお手紙、ありがとうございました。ありがとう、頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。2年前に書いたブログ記事についてですね、河野太郎の代理人弁護士からですね、日本大使があたかもソーラーパネル周辺機器を作って多大な利益を得ており、その利益がウイグル人の多大な犠牲の上に成り立っていると誤解させ、父親がオーナーで弟が社長であることも合わせて表示し、河野一族を中共の犬と中傷したブログ記事を削除し、謝罪しるって配達証明が届きました。なんか2年前には私が書いたブログの記事、中共の犬一族っていうのを気にして気にして気にしちゃったみたいですね。要求は全く納得いかないんで、なんだその一方的に削除して謝罪しろっていうのは、全くこれっぽっちも納得いかないんで、私は謝れって言われるのが一番嫌いですから、こちらも弁護士さんと相談してですね、戦います、徹底的に。いずれ訴えられるんでしょうね。このお手紙には出なければ訴えるとは書いてねえんだけど、まあ弁護士が配達署名で送ってきたっていうことは、まあそういうことなんでしょう。さてどうなることやらね。首相になりたいとか最近言ったらしいんですけど、まあ総裁選前にですね、都合悪い記事をなくしておきたいんでしょうか、掃除しておきたいんでしょうか。そんなね、昭和じゃあるまいし、消したら増えるって知らねえのかな。豊島区議会ですね、共産党をボコボコに叩いたら懲罰委員会にかけられたんですけれども、その時共産党議員がですね、議事録削除しろって議長に要求してですね、いいですかなんて議長が聞いてきたんですけど、もう好きにしてくださいって答えたんですけど、今時議事録って思いましたよ。映像も残ってるし、議事録消したところで無駄でしょ。昭和じゃねえんだから。侮辱された、中傷されたって、被害者ぶった共産党の方が、その証拠を削除しろって、よく考えたらおかしいわね。まあ、河野太郎に訴えられそうなんで、ちょっと推移を見守りたいと思います。なね、いくら大臣だからって、記事削除しろ、謝れなんて、一方的すぎっぺ。何様だ、ね、大臣様か。大臣だね。よく考えたら、総理候補だね。何様だっての、9月の2人以上の世帯の平均消費金額は28万2969円で、去年の 2.8% 減少、28万3000円ってとこですか。そうすると消費税2万8300円払ってますね。で、使える金は25万ぐらいってことかな。世論まだまだ減るよ。完全に節約モードですよ。なんかあれだって、カール1袋98円ぐらいだったのが150円になっててびっくりしたって、投稿ありましたけども、高級時計は売れてるらしいが、まあ金ある人はあんまし影響ないんだろうね。どんどん手取りが減るんだから仕方がない。金がないってことだけがはっきりした数字。値上げで企業は最高益なのに家庭の消費は減っているというファンタジー。物価は去年度比で 3.6% 上昇で高くなってんで、総額がマイナス 2.8% 減ってるってことは、品数減ってんでしょうね。買う品数が本当に必要なものしか買えてないんでしょうね。特に服が2割減、だって。メーカーも商店もネット販売も大変ですねこれ。高い服買うのを安いものに変えたのか、それともそもそも買う数が減ったのかは不明であります。なるべく買わずに政治家と企業に消費税の復讐をするっていうのが現実のものになってるね。それもこれもまあほぼ全部自民党のせいなのは間違いないですよ。消費税 10% にしますってやったのは野田政権ですけど、後からなんぼでも覆せんだからさ、もう10年近くやってんだからさ、与党さ。岸田総理、税増収分を還元する。鈴木善子の息子、鈴木俊一財務大臣、70歳。税増収分は政策的経費や
国債の償還でもうないよ。減税するなら国債発行が増えるけど、総理の答弁とちょっと齟齬があるな。共同通信、苦しい答弁に追われた。なんて喜んで報道しておりました。世論です。つまり増税するための所得減税だった。支出を減らすとかは考えないのかよ。なね、減税すんならその分国債発行しなきゃやって、支出減らすって考えねえのかよ。言葉遊び、あ、もういい。予算使い切るのが偉いって思考だし、無理。まあ、役所はそうでしょうね。省庁はそうでしょうね。っていうか、予算使い切んないとサボってたのかよって怒られるよね、省庁的にはね。省庁に節約なんて考えはみじんもない。使い切らなくても使途不明金として処理できる。うろ覚えてる話では、増収分が17兆円ほどあってですね、非課税世帯に7万円配って1兆円、9000万世帯に4万円の定額減税、来年6月やって4兆円ばかし使うって話だったんですけど、17兆円は鈴木財務大臣の、言葉によると、何のことかわかんない政策的経費。なんすかこれ、政策的経費って何、敵ってなんだよ敵って。何のことは全然わかんねえな。国債償還分でもうないみたいなことを言ってますよね、鈴木財務大臣は。減税の原資は国債って何の効果があっかわかんない。男女共同参画費とか、SDGs 関連とか何の効果があんだこれ。グダグダな子供家庭庁予算4兆円を削るって気は全然ねえのな。なんだよ、若者や子供が参画、4000人参加してやってる事業に実は500人しかいなかったって嘘ついてた子供家庭庁ね。結局はですね、恒久的減税はしないぞって決意表明してんですよね。あんたら支持率上げる気ないでしょ。鈴木財務大臣、ないでしょ。今日の単身です。11月7日、昨日ですね、都内で 27.5 度を記録し、11月最高気温記録を100年ぶりに更新。暑かったですね、昨日ね。ムシムシしてさ、湿度 70% ぐらいあったな。これまでにの記録はですね、1923年、ちょうど100年前、11月1日に記録した 27.3 度でした。中国の急激な砂漠化の影響でしょうか。全くどこまでも迷惑だな。来週から急にめっちゃ寒くなるそうなんで、着る服や体調にご注意を。来週の最高気温、いきなり14度まで下がるんだって。もう13度低くなる。これ、答えるよ。風邪ひかないように皆さんお気をつけください。65歳以上の人が月に1回以上病院に行く割合は日本6割、ドイツ3割、アメリカ2割、スウェーデン1割。まあ中にはね、必要ないですね、過剰診療とかもあんでしょうね。やっぱり国保で安いから行けるよね。あと日本人真面目だから医者が念のため念のためっつうと、言っちゃうよね。わかりましたっつって。維新支持者の 65%、 3分の2が大阪万博が不要と回答。してみっと、必要って答えたのは、おこぼれに預かれるやつかな。際限なく膨れ上がる費用や、企業が受注してくれない、工期に間に合わない問題などのグダグダのせいで、5月から維新の支持率、右肩下がりだそうであります。維新やっちまったなぁ。都構想だの、同州制に私大反対なんで、元からね、立憲より少しマシとか、あれでしょ、都ファと一緒で、受ければ何でもいいってポピュリズムでしょ。大阪ファーストでしょ、あそこ。反ファ。とでも訳したらいいのかなぐらいにしか思ってませんでしたけれども、万博の計画途中から浮上した350億円の木製リング計画、なんでそんなかかんの35億円も。木でなんか柱立てて、なんか完成予想図なの見ましたけど、なんでこんなのに350億円かかんの？ 350 万ぐらいでできねえかっていう。徳良経団連幹事長、必要だと思っている。ぜひやりたいと言ってしまいまして、こんなもん必要かお前の金でやれ。なんか裏がありそう。など炎上。この人は普段からですね、国が金が必要だったら、
法人税上げんな、消費税上げろって言ってて、世間から非常に憎まれてる人であります。やっぱ負担のこないって大事ですね。こういう人は何言っても叩かれるんだよ。デニー知事、状況、地味、秀子、英子、沖縄北方担当大臣と会談し、沖縄新疆予算の増額を求め、ました。ずうずうしいにも程があんな。金くれっていう前に最高裁判決に従え、恥知らず、など大好評を博しました。料理店に難癖つけて、対人店員に視察された鍵でいいんですかね、これ。鍵、これも読めないな。請求なんだが、全然読めないな。正秘さなんだが、読めねえね。42歳は現役の暴力団員でした。しかも組長。神戸山口組系4代目、山県組系森政組の若頭補佐で、自分も2代目鍵組組長っていう肩書き持てました。一緒に暴れた4人が組員だったのかな。鍵組は組長含めて5人で、山口組の四次団体ってなりますかね。料理店とみかじめ料をめぐるトラブルがあったとかなかったとか。鍵って名字珍しいですね。日本人はあと名前に姓をつけないんだって。名前負けしてこっぱずかしいもんね。あと聖徳太子であるとか聖武天皇であるとか、まあ、伊沢元彦さんによるとですね、姓、死後に姓が送られた人は、なんかむごい死に方した人、なんて本、昔読んだことがありますけれども、なもんで日本人は、名前に姓ってつけねえよ、聞いたことがあります。東北大学、毎日生わさびを食べると、60歳以上の記憶力が改善させる、される。へえ、これ認知症予防にもなるんすかね。もしなるんだったら、ミラクルフード。って呼ばれて世界中から奪い合いになっちゃうな。日本でねわさび作ってる静岡箱根あたりですかで、わさび作ってんのはアマプラで見た孤独のグルメで知ってんですけど、日本以外でわさび栽培してるとこってありましたっけ。あるんですかね、わさび。米国政府の米国債利子が節目の1兆ドル超え、今年だけで、150兆円ですね。政府予算の 16% に達する模様。そうすると政府予算1000兆円なのか、すごいな。利子だけで150兆円の支払いって、自転車操業もいいとこだな、米国政府大丈夫かって思ったんですけど、一瞬そういえば米国からですね、金を力ずくで取り立てできる存在ないんで大丈夫ですかね。米国から金取り立てられるとこがない。どこもない、一切ない。世界一米国債を保有してるのは日本政府の1兆1160億ドル、168兆円分。これの利子をですね、毎年毎年3兆円ばかしもらってた気がします。米軍基地の思いやり予算とか断りにくいわね。毎年3兆円利子儲けてるじゃないかって言われると、5000億円って言われてるんですけど、米軍駐留費の、支援ということでね、可能ならもっと米国債買ってね、他国から、米国債に限らず、潰れそうもないのは、やっぱ資源が出る国かな。オーストラリアとかカナダとか、資源国の国債買ってですね、他国から利子吸い上げたら、無税国家できんじゃないこれ。日本は対外資産世界一多いんですから、世界で一番無税国家、利子だけで食っていける国家が実現、世界で一番近い国であります。調査会社ウッド・マッキンゼー、もうすぐ中国がソーラーパネル市場8割を制する。ソーラーパネル見たらほぼ中国製、8割中国製って警戒しないといけないですね。なんか環境にすっごい悪い重金属とか、発電した電気でね、周囲の映像や画像をですね、中共に送信しちゃうチップとか入ってそうですもんね。昨年末今年にかけて中国で内臓の位置が左右逆、心臓が右に、
肝臓が左に、胃が右にですね、位置が逆と診断された新生児が平年の4倍になりました、ブラックジャックにそんな話出てきましたね。環境悪化の結果っすかね。実は私もですね、ブラックジャックにも出てきたですね、先天奇形のメッケル憩室っていうのがありまして、これ腸がストーンってあるとこにポコンってこう腸がスポーンってあるとこにポコンってこう憩室っていうか、くぼみが ありまして、それ大学卒業間近のですね正月にそこ破れて緊急手術したことはあります。夜中の3時に手術開始、これがある人の確率は10万分の1だって。私10万分の1に当たっちゃって手術までする羽目になってしまいました、正月にこんなことがあったが、3月の10位の国家試験は合格できました、自慢じゃないですけど。中国湖北省で人身売買された赤子に戸籍を与える目的で偽の出生証明を販売していた医師を逮捕。逮捕される前はですね、対策される前はですね、人民がこれ使って出産一時金を詐欺し放題だった。荒川区は日本人の5倍だか9倍だか請求してた、日本にいる夫の子はですね、嫁が中国で出産しても50万もらえるっておかしいだろ、何その話、その金は出産費用の踏み倒しされたらかなわないから産婦人科の救済措置ですからね。中国で産んでんのになんで50万やんねくしょなんねんだって話、これ今からでもやめた方がいいっすよ。日本の病院で産んだならともかく外国での出産には出さねえよ、なんで出すんだよっていうことでもうやめた方がいいっすよ。というわけで、河野太郎デジタル大臣、総理候補に私訴えられそうであります。事態の推移を 見守りますが、削除しろ謝罪しろなんていう一方的な要求には一切屈する気がありませんのでね、私、懲罰委員会でも謝るぐらいだったら議員辞めますって言っちゃった口ですから、事態の推移を見守りたいと思います。訴えられたりなんかしたら、皆様応援に いらしてくださいは あれか、傍聴じゃない、その時はよろしくお願いいたします。デトックスジャパン。